釣りを通して毎日をもっと豊かに、上質な時間を満喫しませんか？日本各地を訪ね、自然を身近に感じながら、その土地の歴史や文化と触れ合えば、きっと充実した日々が送れるはず。釣りを始めたい方、興味がある方に送る大人釣りクラブ。今回は山梨県山中湖でワカサギ釣りを楽しみます。さらに山中湖周辺を散策、ワカサギ料理も堪能。全然違う。大人釣りクラブ。この番組はもっと自然へ、もっと人へ、地球とともに、しまのの提供でお送りいたします。釣りを通して上質な時間を満喫する大人釣りクラブ。舞台は山梨県山中湖。前回ドーム船に乗ってワカサギ釣りを楽しんだ3人。水が濁り、棚がコロコロと変わる難しい状況の中、伊藤さんに教わりながら初挑戦したあつみちゃんとさおりちゃん。わー、やりました。一番上についてました。今回はさらにワカサギ釣りを楽しみます。はい、少しやってもらって、少し雰囲気、まだ雰囲気のレベルだと思うんですけど、はいはいはい、仕掛けを落として誘いながら釣るっていう、このワカサギ釣り、どんな感じ今の段階で。やっぱりちょっとこの合わせがまだまだ難しい、ね、感覚がつかめないのがね、普通のギュッていうのと違うからね。そうなんですよ。本当に20センチか30センチくらいにピュッて上げるのが合わせなんで、だからついてないみたいなのが今ちょっと多いですね。そうそうそう。でもそれだんだん慣れますからね。あとは作戦がもう一個、秘密兵器があると思うので、その辺もね、徐々に出しながら、で、あとも魚探もうまく駆使しながら、いるラインを的確に釣って楽しみましょう。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。果たしてどんな展開になるのでしょうか。そこ、来てるかな、これ。じゃ来てるね。あ、来た。8メートル台ですか。うん、あ、ついてない、あー、来てる、来た、こっちに来た、落としまーす。あれ、ついてない。ちょっと並びで2人ともついてないって。今でも来たよね。来ました来ました。来てた、ね、で、この2人が言い合ってもね、誰もね、あれ、おかしいな。初挑戦のあつみちゃんとさおりちゃんにとってはやはり難しい状況のようです。そこで伊藤さんが新しい作戦を提案。ついに出る時が来たか。ねえ、カリ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 だ。カリカリ何ですかそれ。これつけると魚が寄るんです。名付けて寄せっこ。寄せっこ。魚の形してるんですね。魚がちょっとバラバラだから、それを、上から2番目か3番目がいいかな。2番目か3番目、はい、つけて尻尾をカット、はい、そうすると中からエキスが出てきます。あ、意外と柔らかい。あつみちゃんとさおりちゃんもこの餌を試してみることに。果たしてこれは来たんじゃないかな。手応えがあったよ。ついてた。伊藤さん、バッチリです、この秘策。どうやら効果抜群のようです。
伊藤さん、次々とワカサギを釣り上げます。渡ってる、うん、連続ヒット。いました、いました。魚刺激されちゃったね、きっと。かなりされてますね、今。伊藤さんの秘策のおかげで、だいぶワカサギを釣れるようになってきました。富士山見てる？忘れていました。そうだ。絶景の方なんですよ、富士山だから。ついついやっぱね、下見てた、ずっと。下を見てますね。そうです。餌しか見てなかったですね。今度反対見てみます。こっち側の違う景色をここに見ながら。あ、こちらもすごい綺麗ですね。てか俺一人で寂しいんですよ、これ。ずっと一人で誰も話し相手になって。そうなんだ、私たちも無言になってますね。そうでした、なんかみんなで一緒にやってる感が。あ、そうそうそう、やっぱりじゃあ、ね、じゃあ後ろ向いて、せっかくなので3人並びでそちらで、あ、いいんですか、はい、やりますか。やろうやろう。こっちは富士山見える側なんですけど、はい、こっちはこの森は山中湖でいうとママの森っていうんですね。ママの森、はい、ママの森で今ここが山中湖で一番水深が深い場所ですね。いいポイントなんだ、やっぱこれいいポイントですね。じゃあみんなでそっち側向いても大丈夫ですか。そうですね、まあ、せっかくなんでそこ空いてますので、はい、移動しましょうか。3人並びで、はい、少し気分を変えて3人横並びで釣りをしてみます。あ、なんか下はいい反応あるみたいですよ。反応いいですね。あの着底ですぐにクククッと、うん、いやでも本当動物園いいですね。いいでしょう。気持ちがいい、そして景色もいいし。釣り以外で山中湖って来たことあるんですか。私一回ある。私あるかな。キャンプとか、はい、昔はテニス。あ、テニス有名。テニスっつったらもう山中湖の平野のちょうどこれ正面なんですけど、もうテニスコートすごいですね。楽しそう。いろいろな楽しみ方ができるのも山中湖の魅力の一つです。この電動のリールもどんどん軽くなってるから、合わせた時にあかかってるなっていうのも分かってくるし。道具もどんどん進化してるんですね。うん、だってすっごいとワカサギ人気って今。そうなんですか。特にその寒くなってきてから動物園1月とか。そう。だって寒くないもんこの船だったら、うん、船に乗るまではみんな、ね、ダウンとか着てるけど、うん、もう船入ったら真冬でもこの格好で OK だから快適ですもんね、本当に。これは釣り初心者のお友達を誘いやすいですね。そう、とにかく釣れるから、そうで、お土産で持って帰れるし。初めてでも手軽に楽しめるのがワカサギ釣りの魅力。あ、乗ってますね。乗ってそうですね、合わせもうまくいった気がする。あー、よかった。着付けよ。そう、誘ってピタッ、誘ってピタッ。そう、やっぱ基本的に喋んないんだな。そうだった。最初勢いいんですけど、場所とか関係ないですよね。だんだん会話がやっぱり少なくなってきますよね。でまた景色も見てないですからね、もうね。でも吸ってる空気が違うからいいんです。そうだよね、新鮮だよね、やっぱり綺麗、空気が本当に。マジで？ついてるか、ちょっと不安で。ついてる、ついてる、いました、いました。落ちたの。さようなら。幻のこれで5匹目ぐらいか、6匹目ぐらいか。失ったの。失った。だいぶ失ってます。食べるとか。来てる、来てる、来てる。来てますね。来てます。来ました、来ました。これはいるでしょう。これはいるね、間違いなくね。ね、これはいますよね。で、覗く。おー、いる、いる、いる。よかった、よかった、よかった。
どんどんこう連れてるところなんですけどちょっとお腹すきました。お腹すいた、ね、誰が言い出すのかと思っても黙々とだから。そうなんですよ、集中するとお腹すきますね、うん、ご飯にしようか。しましょうか。ご飯食べたいです。あ、じゃあいい時間ですね。ドーム船にはポットや電子レンジもついていて、事前に頼めばお弁当を用意してくれる船も。そんなところもドーム船の人気の理由の一つなんですすごい、船の上でお湯が沸いてるなんて。ですが楽しいワカサギ釣りもそろそろ終わりの時間が近づいてきました。さあ白熱してまいりましたけど、はい、そろそろまた集中してました。ラスト1匹勝負で締めたいと思います。今みんな全員が1匹、うん、じゃなくて、うん、誰かが先に。で今みんな仕掛け入ってるよね。入ってます。今同じ条件だよね、はい、文句ないよね。バッチリです。ないです。スタート、はい、口も聞かす急にまた科目になっちゃ う, そう、口ぐらい聞いてくださいよ誰かが一匹釣ったら終了です。あ、魚探反応。お、いいタイミングで。あー、ついてなかった。もう一回そこ突っ越して基本通りちょい巻き上げてみんなの前のめり感がすごいいや、なんかね、この10分ぐらいはね、ちょっと石原さん来てるんだよねなんかね、やっちゃいそうな気するよ、これ。いや、行きたいですね。あー、絡まった。あ、当たり合ったんですね。この勝負弱さ、また絡まったこんな焦るな。くれ、よし、やばい。お、あれ、ダメかな。いや、いるかな。これいなかったら難しい。いてもちっちゃいのでもなんだ。あー、いないチャンスもある当たった。でも当たりがあったんですね。当たりあったのよ。魚探も来てますね。早く下に着底してくれ。うん、あっ、あ、でもなあ、今なんか来てたような感じしたけどな。そうなんです、そうなんです。あーあー、やったー、やったー、くそー、悔しいぞ。優勝です。落とすのが私だから。あ、まだわかんないな。まだわかんないな。まだ。すごい成功いただかない。はい、入りました。終わりましたね。ちょっと二人とも本音が出てしまう。終わりました。ついつい。いや、楽しかった。楽しかった。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、最後のが悔やまれる。ここ最後クソって二人言ってましたからね。二回当たったでしょ。石原さんも一回当たったで。で一発目の当たりでしょ。やりました。怪しい。持ってますね。どうでした。初めてのワカサギ。そうです。最初はやっぱりその合わせが難しくて、うん、結構そこの部分で苦戦したんですけど、うん、こっち側に移動してきてからは、うん、ちょっとこの感覚が分かってきたかなっていう。はい。後半良かったもんね。そう、うん。当たりいっぱいありましたよ、ね。そしたら終わり、もう終了ですよ。こういうもんですよね。そうだね。でも次のための練習だと思います。はい、うん。ね。楽しかった。面白かったです。思っていたよりも魚のこうリアクションがしっかりとこう伝わってくるし、うん、で当たりがしっかりは、うん、こんなに分かるもんなんだなっていうのが。そうだよね。はい、面白かったです。わずか5センチ2グラム半から3グラムの魚なんですけど、うん、当たればコツンコツンコツンで、今度もっとコンディションをやればあれが2点3点4点。あ、それで。そうするとうわって鈴なりになる楽しさもあるし、うん、でもうこれからがベストシーズンになるんで、はい、またぜひね、うん、ドーム船寒くなったらなおさらもう人気があるもう船ですから、はい、楽しみにして、はい、また来ましょう。またぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。どうもありがとうございました。この後は山中湖の周辺を散策。ああ、カレーの香りがする。ワカサギ釣りを楽しんだ3人は山中湖周辺をしばし散策。
まずやってきたのは山中湖花の都公園。およそ30万平方メートルの敷地には四季折々の花が咲いていて、私たちの目を楽しませてくれます。綺麗だね。来ましたよ、ね、すごい、いいですね、両脇、すごい綺麗だね。これがサンパチェス。あ、色はいろいろあるんだね。ね、いろいろありますね、本当に。向こうも全部だね。さすが花の都っていう感じ。ねえ、うん、気持ちいいな、なんか、ね、すごい開けてます ね。季節もいいじゃないですか、今。ちょうどいい時期ですよね、今ね。本当に。こんにちは。いや、ほんと綺麗ですね。綺麗ですね。ありがとう。お母さんも綺麗。お姉さんも綺麗。はい。入ってすぐのところにあるのは、フローラルドームフララ。普段目にすることができない珍しい花々や熱帯の植物が鑑賞できます。すごい綺麗だね。コチョウラン。コチョウラン、ね、立派ですね。コチョウランでお出迎えですよ。うわー、すごい別世界ですよ。いいですね。南国チックみたいな、うん、うわー、うん、なんか頭ギリギリですけど、ね、はい、綺麗。今これ流行ってんでしょ。あ、多肉植物いっぱい。そうえ、めっちゃ流行ってんですよ、これ。これね、マニアがすっごい多くて、私ちょっと育てたんですけどダメにしちゃいました、難しいんですよ。多肉植物って枯れるの？多肉ね、すごい難しいの。そうなんですね、うん、こういうの、こういうので、これ面白いのがね、1個取るじゃないですか、うん、それを土に入れたらまたそこからね、出てくるんですよ。これマニアが見たらあれじゃないですか。たまんないですよね、これ名前が面白い。ダン外の上肉球落ちてる、肉球。もうそれにしか見えなくなってきた、ね、不思議な形してますね。すごいよ、これ。なんかそのお花の咲き方が可愛い。これ咲いてんだよ、これ。面白い。季節ごとに色とりどりの花が楽しめる山中湖花の都公園。何度でも訪れたくなるテーマパークです。続いて3人がやってきたのは、山中湖最大規模のお土産屋さん、鶴塚。まあ入ってみましょう。もうだって商品が、これこれこれですね。信玄餅。もう信玄餅有名ですよね。有名有名。ちょっと食べ過ぎちゃうっていうやつ。止まらなくなっちゃうから。黒蜜をかけて、そう、蜜をこぼさないように食べるのが難しい。食べれちゃうんです。こんにちは。たくさんある中で、はい、おすすめって何ですか？おすすめ、今一番こう売れ筋とか。まあこちらのまんじゅうとか。まんじゅう？まんじゅう、ね、今俺もパッと見て、ちょっとかりんとうまんじゅうみたいな。え、信玄まんじゅう。面白い。おまんじゅうの中に信玄餅っていう発想が面白いね。これ揚げてあるかりんとうまんじゅうみたいな感じ。そうです。しっとりカリッと、はい、いろいろなお土産が並ぶ中で、あつみちゃんがちょっと変わったものを見つけたようです。いや、すごい、ちょっと待って、サイダー、ここ見てください、このサイダーの種類、すごい、え、気になる、え、何これ。桜エビサイダーとか、わさびやも、注目度ナンバーワン、カレーラムネ。俺これ行こうかな。嘘、本当ですか？本当ですか？やめるなら今です、ね、いや、大丈夫。言ったら、新井さんやっぱり、って言うんで言ったら、え、何？あ、早い。私、これに決めてます。あ、カフェジ、カフェジサイダー。そう、あの、怪しい提案をされないうちに。いや、行くんならもうここでしょ。はい、桜エビとか。本当もう、じゃあこれ、本当に、もう手に持っちゃうしかないですね。桜エビエキスが入ってる。珍しいサイダー、一体どんなお味なんでしょう。早速いっちゃいますか。いきますか。あつみちゃんが選んだのはオーソドックスな富士山サイダー。美味しい。聞いてそうだね、炭酸。シュワッとしてます。シュワッと、うん、でもなんか天然水使用って書いてるので富士山の。おう、あ、じゃあ美味しいですね。美味しいですよ。そこが違う、うん、ここが違う。じゃあいきますよ。うん、お、あ、
ですね。大丈夫ですか。大丈夫ですか。あ、カレーの味が。本当に、うん。カレーの味がします。匂いも。あ、カレーの香りがする。しかも本格的なカレーの匂いしません。スパイスの。うん、スパイスの。スパイスの香りしますよね。じゃあそして。うん。あ、うん。桜エビ。マジで。でもあの、うん、香りだけ嗅いだら海産物の香りなんですけど、飲むとやっぱエビのサイダー。結構きましたね。あ、桜エビ。まさに桜エビ。本当に桜エビが、後から来る桜エビが。これもうみんなで飲み切るんですからね。うん、いや最初なんてコメントしようかなと思ったけど。そう、これ笑っちゃうくらい桜エビ。来たでしょ。面白い。そして店長さんおすすめの信玄餅まんじゅうも試食。いただきます。うん。うん、まろやか。めっちゃめちゃまろやか。うん、うん、あの思ったより全体的にしっとりしてます、うん、味濃厚、うん、こしあんがいいですね、うん、楽しいお土産がたくさんある鶴塚、皆さんも立ち寄ってみてはいかがでしょうか。続いて訪れたのは山中湖のほとりにある郷土料理シーホース。釣ったばかりのワカサギを特別に調理していただきました。いやー、いい香りがしますね。いい香りですね。なんかこんなに釣ったんですね。そう、なんか釣れてたんですね。お料理になるとすごい量ですね。傘が増えたような気がするんですよね。まずはお店で一番人気のワカサギのフライ。5センチありますね。大きい気がする。3グラムクラスですね。うん、いい音。美味しい。サクサク。いただきます。本当サクサク、うん、サクサクだけど中の身はふわっとしてる、うん、軽いね、すごく、うん、美味しい。ふわふわ、わずか5時間ぐらい前までは、うん、うん、本当軽いでしょ。軽い、ね、いっぱい釣ってよかった、ね、釣れたからこんなにね、そうそうそう、たくさんあるわけですもんね。美味しい。続いてこちらも定番、ワカサギの天ぷら。同じ揚げ物だけどまた違いますもんね、うんうん、これ抹茶塩かな。ちょっと緑っぽいですもんね。なんか雰囲気違いましたね、うん、あ、全然違う。そう、うん、お魚の味がしっかりわかる、うん、甘みが出ますね、うん、うん、いい音、ね、そして天ぷら上手ですね、うん、ここいや難しいよね、うん、作るのね。揚げ物って。最後はワカサギのバター焼き。熱々の鉄板の上で新鮮なワカサギを焼いていただきます。熱いですよ、すごい熱そう、うん、ポン酢で食べてた。ポン酢で、今までにない食感だと思います、これ、うん、あ、面白い、うん、ふわっとしてるんだけど骨がちょっとサクサクするのかな、うん、美味しい。骨も柔らかいし、うん、バターの香りいいですね。 なんというか、うん、変わった食感ですね、うん、なんだろう、サクサクするの。柔らかくてサクッとする、うん、そうですね、噛むほどにこうサクサクしてくるような、うん、あ、でもバターがやっぱり合うんですね。人気メニューのような、うん、香りがいい、ね、ワカサギ初めてでしたね。初挑戦でしたけどね、ドーム戦も初めて、うん、普通桟橋だとかイカダみたいのもあるんですけど、はい、やっぱ今日はドーム戦でよかった。風吹いてきたし、午後からね。そうですね、うん、ちょっとね、昼過ぎからまたちょっとね、そうそうそう、快適でびっくりしました、うん、快適、うん、これが真冬になってももうあのまんまの格好で中でできますから、うん、手軽に楽しめる。暖かい中でね、ぬくぬくしながら、
そしてそんなにこう状況が良くないって言われる中でも楽しめましたよね。そうそうそう、十分しっかり引きも感じれて、うんうんうん、難しさはあるんですけど、それはたくさん釣ろうと思う人の難しさで、うん、まあ、そこそこ楽しめればいいなっていうんだったらもう十分に初めて行っても、うん、釣ることできます。今日すごい楽しかったです本当に、うん、山中は9月1日から解禁なんで、もう本当に始まったばっかりで、はい、これからますます楽しめる、うん、で寒くなればなるほどドーム船が恋しくなる、はい、そうですね、ドーム船に乗って釣ってもらって、うん、お土産を持って、うん、ぜひまた、はい、じゃ寒くなったらもう一度、はいはい、お願いします。はい、楽しかったですね。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。今回使用したタックルがこちら。これから本格シーズンを迎えるワカサギ釣り、皆さんもぜひ体験してみてください。この番組はもっと自然へ、もっと人へ、地球とともに、シマノの提供でお送りいたしました。総合釣り具メーカーシマノがプロデュースする大人釣りクラブ特設サイト、これまで放送した番組をご覧いただけるほか、取材先の情報や釣りに関するコラムなど様々な話題を提供しています。生涯の趣味として釣りを中心とした余暇の過ごし方を提案し、人生をより豊かにするお手伝いをします。旅と釣りに興味のある方は必見です。